闇の王よ、我が主人をよみがえらせたまえ。私の血を捧げます。何とぞ我が主人にもう一度命を与えたまえ。さすがにお素敵とはいかない感じか。なんと棺からよみがえったのはディーバだった。ここは墓場でしょうか。ということは今の扉は墓石。私誰かのお墓から出てきたんですね。ああ、ご主人様がよみがえった。闇の王よ、感謝します。必ずあなた様を復活させるとこのドロレス誓います。ご主人様、なんだか姿が変わったようにも見えるけど、あなたは間違いなくご主人様です。これも全て闇の王のおかげです。今度こそ闇の王を復活させましょう。やべえところだかな。怠惰の当初は大きい音が嫌いなんでしたよね。大きい音ってどれぐらいでしょう。120デシベルぐらい。そういうことならドロレスにお任せください。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回は連接世界からスタートです。はい、スキャン。この緑、心を探す扉、これがもう三角形だよね。で、この三重なのが何なのか分かんないんですが、これはちょっと分かんないですね。開け閉め可能はちょっと意味が分かんないですが、なんか3つもびっくりマークがあるってことは、これいきなりやっちゃうとクリアになっちゃうのかな。もうちょっと遊ぶべ。というわけで、今回はサブクエやりたいと思います。で、サブクエもなるべく今まで行ったことのない場所がいいんですが、生命体分布が異常値を示しているって言ってる時点で、これは多分人体だよね。もう行ったよね。5つの力の均衡が崩れています。これなんだろうね。これはあれか、こないだやったアメイヤ編でやったやつじゃない、なんとなくだけど。ちょっとわかりませんけれどもね、合ってるかどうか知らんけども、負の力ってのもわからない。2つの勢力争い、状況五分五分、技術文明の生存可能性が 5% 未満というわけでね、なんかもうどれも行きたくないですね。どれがどれなんだろうかね、ちょっとね。はい、カットカット。この生命体分布が異常値を示しているは多分人体だと思うんだよね。5つの力の均衡が崩れていますってのはこの間やったやつかな、森風同盟とかあれじゃないのかな。5つの力だったよね。負の力がってのが分かんないな。これだけちょっと分かんないな。2つの勢力争いも分かんないね。この2つが分かんない。で、技術文明の生存可能性 5%。 これも分かんないよね。で、なんとなくだけど負の力がこの扉に流れ込んでいますっていうから、またこれも主人公かななんてちょっと思ってるんですよね。こないだ御堂くんだったでしょ。だから今度はどうです、シウグナス編になるかな。もしかしたらさ、御堂くんとシウグナス編はやらない可能性があるんだよね。
それまでに10月になっちゃったらロマサガ2なんで、お姿だけでも見に行きますか、もうそれで行くか。というわけで負の力、これでちょっとこれがシウグナス編だったらいいなっていう感じでいきますか。全然関係なかったりして、でもミドウ君は合ってた。あれ、そういえば精霊力ってのだったらじゃあアメイヤだったのかな。あ、精霊力なくなってたね。さあマグの読みは合っているんでしょうか。合ってそう。ドロレス、なんかすんごい子。闇の王よ、我が主人をよみがえらせたまえ。私の血を捧げます。何とぞ我が主人にもう一度命を与えたまえ。さすがにお素敵とはいかない感じか。なんと棺からよみがえったのはディーバだった。ここは墓場でしょうか。ということは今の扉は墓石。私誰かのお墓から出てきたんですね。ああ、ご主人様がよみがえった。闇の王よ、感謝します。必ずあなた様を復活させるとこのドロレス誓います。ご主人様、なんだか姿が変わったようにも見えるけど、あなたは間違いなくご主人様です。これもすべて闇の王のおかげです。今度こそ闇の王を復活させましょう。やべえところだかな。あなたは闇の王って何ですか。ご主人様、復活直後で記憶がおかしくなってるんですね。大丈夫ですよ、ご主人様の忠実なしもべ、このドロレスが何でもお手伝いいたしますから。ありがとうございます。私の名前は。ご主人様、ご主人様が自己紹介なんて変ですよ。これは記憶を取り戻すために順番に辿っていくしかありませんね。首を切り落とされた記憶なんて取り戻したくはないでしょうけれど、やるしかありません。首を切り落とされたんですね。このご主人は何したんですか。ギロチンやん。記憶？私の中の欠けたデータに関係あるんでしょうか。だとしたら闇の王という人が私の心と関係あるのかも。では早速闇の城へ向かいましょう。わかりました。行くんかい。やべえ。でも確実にあの主人公ですね、これはね。いいところに入ったんじゃないでしょうか。封印された城。なんだこれ。必要なピース、鈍色色欲怠惰憤怒。今私には怠惰のピースだけ揃ってますかね。クーラーかかった部屋でゲームをやっております。もう怠惰だけ今備わっております。あ、そうだ、ついでに、メカボディの乾燥ができるのでしますか。ここでムーバー。あら、でもなんかそれもなんかさ、いるんだわ。今うちにサバトンっていう子がいるんだわ。全く同じだわ。同じ格好で、そっか、同じ格好になっちゃうのはちょっと寂しいな。あ、俺アイテムのやつやってないわ。でスロットが1個空いたんだよね。何にしよっかな。450、ここら辺すごい。セーフティー解除。450クラスのものある。お、475があるじゃん。どれも誰かが装備しています。475、今 HP を見てますね、私はね。480あった。シルバーブーツ。うわ、500出た、500。あー、ダメか。誰かが装備してる。あ、また500。玉虫のショール。これは装備のランクによって、この HP の上がり下がりがあると思うんでね。
余ってないね。みんな誰かが装備しちゃってるね。エンペラージャケット、いや誰も装備してないな。これかセーフティー解除。対空イーグルアイつけちゃおう。自分も空飛んでるし。あ、ちょっと速くなったかな。そしてキャラクターちっちゃ。ここが闇の城ですか。闇の王よ、我が主人が帰ってきました。ありがとうございます。もうしばらくお待ちください。必ず必ずあなた様を復活させます。これは何かの封印ですね。あ、なんかいつもの。ここに何かをはめると封印が解けるみたいです。そうです、鍵は4つに分けて監視塔の当主たちが隠しています。それを奪おうとしてご主人様はこう殺されてしまったんです。思い出したんですね、ご主人様。もう突っ込まなくなった。こことここと、こことって感じか。あの塔にそれぞれ当主がいるんですね。そうなんです、まともなのは一人もいません。鍵を手に入れるためでも正面からぶつかるのはやめた方がいいです。わかりました、慎重に進みます。話が合ってるのか合ってないのか。色欲の果て、鈍色の果て、憤怒の豪華、怠惰の果て、なんかいろいろありますね。近いところから行きますか。はい、じゃあここから。憤怒の豪華、いきなり敵。じゃあいきなり敵行きましょう。ドン。今月のバトルトーナメントの勝者はお前だな。優勝の賞品は俺様とのバトルだ。さあかかってこい。そんな当主様に勝てるはずがありません。つべこべ言うな。では俺様から行くぞ。あ、一撃かよ。一撃で終わりなのかよ。なんでこんな弱っちいやつが勝者なんだよ。バトルトーナメントの運営はどうなっているんだ。それが参加者がなかなか集まりませんでして、それをなんとかするのがてめえの仕事だろうが。ビシッ。ふがーお許しよ。あ、2回目。2発かよ。さすがは俺様の部下だ。クソ、怒りに任せてまた一人手下を減らしちまった。殴り殺した。あー腹が立つ。あれが憤怒の当主です。いつも怒っていて熱い戦いを求めています。闇の城の鍵を持つ監視塔の主の一人です。私はあの人から鍵を手に入れようとして壊されたということでしょうか。次は壊されないようにしないと。そうです、ご主人様。でもどうやって鍵を手に入れましょうか。戦って手に入れるのが一番確実です。あんなバトルマニアとまともに戦うなんてご主人様らしくありません。あの気の短さを利用できるんじゃないですか。そんなこと私にできるでしょうか。でもドロレスさんが言うならやってみます。憤怒の当主さん、あなたと戦いに来ました。かわいい。なんだなんだ、楽しいやつが現れたな。口先だけでなければいいんだが。私が勝ったら闇の城の鍵をもらえませんか。よかろう。だが俺様が勝ったらお前の命をもらうぞ。相手楽勝だったような気するけど。もうちょっと準備しまーす。5ターン持ちこたえろ。あ、じゃあ強いのかな。持ちこたえろになったね。じゃあ攻撃しない方がいいのかな。本当は全部木箱だけ狙おう。
何気にこの人ここにいてくれて助かってるな。皆さんご協力お願いします。はい、倒したー。はい、9、12。あ、やっぱ強っ。オーバードライ42、35。あれ、なんか倒せそうだけど。ウルガール、これでどうだ。あ、でも結構ちゃんとガードされると強い。ガード、ほら、てか当たんねえんだけどこいつの攻撃。素早さを下げる。皆さんご協力お願いします。あ、でも挑発したな。全然当たらない。はい、満タン。よし、5連携。これでオーバードライブまであったらいけるんじゃないですか。勝てるんじゃないですか。めっちゃガードしてくるけど。193、お願いオーバードライブ。4連携。今度はガードできなくなる。オーバードライブはガードできないんだ。勝っちゃったよ。コンスタンティ。おお、勝っちゃったよ。なんだ、すげえ強いのかと思ったけど、大したことないじゃん。勝てるじゃん。楽勝って書いてあったしね。こんなに成長するんだね。満足してちゃ強くはなれないからね。なんだ、大して強く、あれ。俺様に勝負を挑むだけの力はあるようだな。では少しだけ本気を出すとするか。なるほどね。負けません。ドロレスさんの言う通り、別の方法を探しましょう。別の方法を探しましょう。これあれだな、終わらないイベントだな。これか、もしくは次激強が来るかな。逃げたか。だが逃げる獲物を追うのも楽しいものだ。どこまでも追い詰めるぞ。追っかけてきた。憤怒の当主が来るまでに時間がありません。この井戸をうまく使えないかしら。井戸に隠れてあの猛牛をやり過ごすのはどうですか。それではすぐに見つかってしまいます。考えている間に追いつかれてしまいましたよ。なんだ、もう諦めたのか。獲物を追うのが楽しいんだ。もっと逃げてくれないと楽しめないぞ。いいえ、逃げるのはここまでです。俺様を倒せる気でいるのか。なめるな。ご主人様、今です。回避です。あ、普通に牛の鳴き声とともに。くそー、計算通り井戸に落ちてくれました。さすがです、ご主人様。さっと身をかわしてかっこいいです。今のうちに憤怒の塔で鍵を探しましょう。こういうことか。当主の偉大間にあれかな。じゃあ徐々に強くなるのかな。やりました。憤怒の鍵、鍵が手に入った。こんな簡単でいいのかな。
これはなんだ、町の騒動楽勝。まあそのうちやっとくわ、動画外でやっとくわ。ああ全部上なのか。じゃあ次はこれ、怠惰の果て。闇の城を守るために作られた怠惰を司る無気力に横たわった何かが点々としている。何かとは何でしょうかね。いきます。今月は安眠月だよね。安眠月にはどうするのかな。働かずに寝てていい。ありがたい1ヶ月だよね。なんでそんなに働きたいの。働きたいわけじゃないんですが、食べるものがなくなって仕方なく。働くから腹が減るんだろう。アホなのかお前。なんでこんなアホに安眠を邪魔されなきゃなんねんだよ。ほんと腹立つわ。そんなに働きたいなら働かせてやるよ。地下鉱山で死ぬまで休みなしだ。地下鉱山は嫌だ。もう決して働きませんから、眠りますからお許しください。俺の安眠を妨害したんだ。許されるわけないだろう。これで寝られる。あれが怠惰の当主です。本当に怠け者で、でも他人を働かせるのは気にならないんです。闇の城の鍵を持つ監視塔の主の一人です。私はあの人から鍵を手に入れようとして壊されたということでしょうか。次は壊されないようにしないと。そうですご主人様。でもどうやって鍵を手に入れましょうか。塔の中を探しましょう。あの人を助けましょう。これ助けたらダメかな。助けよう。はいご主人様、そうしましょう。待ってください。安眠月は働かなくていい。でも働くことは禁止していないんですよね。怠惰の当主様がわざわざ働かなくていい月を定めてくださったのだぞ。この恩恵を無にするとは許されんだろう。それは安眠月のルールにはありません。こいつは今から地下鉱山で当主様のために働くのだ。眠りたい者には安眠を、働きたい者には労働を。当主様の恩寵だ。結果的に働くことを許している。なるほど、では問題ではありませんね。ちょっと私を助けてくれるんじゃないんですか。そのために来てくれたんじゃ。そのつもりだったんですけど、必要なさそうですし。私は怠惰の投資の弱点を知っています。だから助けてください。お前こんなやつの言うこと信用するのか。助けます。楽勝。バトルは楽勝なんだね、ずっと。はい、じゃあまたアイテム直します。一旦カット。あ、なんだこれ。怠惰のしもべ。さあどれくらいなの。怠惰だからみんな失礼剣しかできない。みんなが頼りだよ。なるほど、みんな怠惰なんだな、戦い方も。これは先生のやつにはならない。ならないね、やっぱりね。おお、スタンまでしてくれた。
い、独壇場で倒し。まだまだこれからさ。垢抜けたでしょ。どうどう。ヤングナイト、この子は使ってあげないと成長しないからな。それで怠惰の闘士の弱点って何ですか。そんなものあるわけでないじゃないですか。怠惰の闘士ですよ。もしあってもオイラが知ってるわけがない。あ、嘘つかれた。こんな嘘つき今からでも地下鉱山に送ってしまいましょう。ドロレス、さすが。ちょっと待て、弱点って言えるかどうかわかんねえけど、うるさいのが嫌いなんだ。あとすぐ疲れて寝てしまうんだ。なるほど、貴重な情報です。ありがとうございます。そうかい、それじゃあオイラはもう行くな。何するつもりか知らんけど、まあ頑張って。では怠惰の塔へ行きましょう。にぎやかす。怠惰の塔へ入ると眠くなるっていうのもあるんだが、オイラを脅したからな。少し痛い目見るといいんだ。眠くなるって。でもメカだからな。すやー。門番まで眠ってますね。安眠好きだからですかね。行きましょう。簡単に中に入れましたね。ご主人様、ドロレスは少し眠くなってきました。寝不足ですか？早く当主のところへ行きましょう。当主も寝ていますね。怠惰の当主は大きい音が嫌いなんでしたよね。大きい音ってどれぐらいでしょう。120dB ぐらい。そういうことならドロレスにお任せください。ちょっと聞きたい。上手。繰り返しかなこれ。いや、まさかドロレスのデスボイスが聞けるとは。死の女神の降臨がこのままじゃ魂を抜かれる。だがこのデスボイスもっと聞いていて、うぎゃー、気絶してしまいました。ドロレスの歌声そんなに魅力的でした？かなりのデスボイスでした。鍵はもらっていきましょう。ドロレスさんの歌声で皆さん目を覚ましたみたいです。戦わされた。はい、またアイテム交換したいと思います。一旦カット。